こんにちは、アングロです。今回はビットコイン ETF のリーク記事のお話をします。まずはビットコイン ETF とは何かについて簡単に説明しましょう。ETF とはエクスチェンジトレーディットファンドの略で、日本語で上場投資信託と言います。上場投資信託。なんかわかりづらいな。言い換えると、取引所に上場している投資信託、イコール上場投資信託。投資信託とはですね、投資家から集めたお金を使ってプロが運用する金融商品のことを言います。投資家は基本的に自分で投資先を決めますが、投資先を探す時間がない場合、いっそのこと手数料を払ってプロに任せた方が安心して資産運用できます。投資信託を利用するときは銀行や証券会社を通して申し込みます。一方、ETF は上場している投資信託なので、株と同じようにトレード画面で売買ができます。ETF にはたくさん種類があって、例えば日経平均の価格と連動するものや不動産に投資するものなどいろいろあります。そしてビットコイン ETF は証券取引所に上場させるビットコインの投資信託です。 ETF を上場するのは誰でも好き勝手にできるわけではなくてですね、例えばアメリカの場合は米国証券取引委員会、通称 SEC から許可をもらう必要があります。そこで多くの企業がビットコイン ETF を上場させるために SEC に申請をしましたが、ことごとく却下されて今に至っています。ビットコイン ETF が上場すると何がすごいのかというと、一つ目はビットコインが安全な金融商品であることの SEC のお墨付きをもらったことになることです。二つ目は証券トレーダーも市場に参加できるようになること。3つ目は、投資信託の会社が ETF を発行するために大量のビットコインを市場から買い上げて保管することです。この3点によってビットコインの価格にプラスの影響を与えることは間違いありません。過去の例を挙げると、金の ETF が許可された後、金の価格がガンガン上がりました。なのでビットコイン ETF の申請が通ることに仮想通貨ファンのみんなが期待しています。しかし申請はことごとく却下されて、もう承認は無理なんじゃないかと不穏な空気が流れていました。そんな中、SEC のお偉方のジャクソン氏のインタビュー記事がリークして、ビットコイン ETF に関する発言が価格にいい影響を及ぼしました。これがリーク記事です。では重要そうな箇所をピックアップして読んでみましょう。この文はジャクソン氏の発言です。 A fund based on Bitcoin will eventually pass muster at Security and Exchange Commission. Security and Exchange Commission は SEC のことです。 SEC。 訳すとビットコインのファンドは最終的に合格するだろう。おお、努力はいつか叶う希望が見えます。次に行きます。 He expects some applicants to meet the agency's minimum requirement for a cryptocurrency based fund. 訳すと、彼は申請者の誰かが暗号通貨のファンドに関する政府機関の最低要件を満たすことを期待している。おお、合格することを期待してくれています。次に行きます。Eventually, do I think someone will satisfy the standards that we have laid out there? I hope so. Yes, and I think so. ジャクソンさん。訳すと、最終的には誰かが私たちが提示した基準を満たすと思っているかって？そう願ってるし、イエスだし、そう思ってるよ。期待している気持ちが伝わってきます。この文は SEC のハスター・パースという方の発言です。
The SEC was acting like overprotective helicopter parent in denying approval. Then, it's not the SEC's job to determine if the Bitcoin will ultimately succeed or fail. 訳すと、SEC は承認を否認することで過保護なヘリコプターの親のように行動していた。ビットコインが最終的に成功するか失敗するかを判断するのは政府機関の仕事ではないと述べています。ヘリコプターペアレントとはですね、子供にずっと関わり続けてあれこれやってあげる親のことを、ヘリコプターがずっと真上で止まっている状況に例えた比喩です。ダイナミックな比喩だな。否認することが過保護で良くないと読めますね。ということは承認すべき的なニュアンスなのかな。次に行きます。 The decision was not judgment of whether Bitcoin blockchain technology has utility or value as an investment, but merely one which acts in the ability to meet standards to prevent fraud and manipulation. 訳すと、否認したのはビットコインとブロックチェーン技術が投資としての有用性や価値があるかの判断ではなくて、単に BZX が不正や価格操作を防止する基準を満たすことができていないことからの判断であるといった内容です。 BZX はアメリカの証券取引所です。ビットコイン ETF を BZX に上場させる申請を SEC が却下した理由が、取引所に投資家保護の仕組みが完備されていないことだったそうです。ということは、取引所が基準を満たしていれば申請が通っていたとでもいいのかな。次に行きます。 Get is the stamp of approval from the deepest and most EQ capital markets in the world. It's how it should be. 訳すと、世界で最も深く流動性のある資本マーケットから承認のスタンプを得ることは困難であり、そうであるべきだ。厳しい意見です。次に行きます。I take really seriously putting the American stamp of approval on any investment product, and I'm not going to do it until those questions get answered. 訳すと、私はアメリカの承認をどんな投資商品にも真剣にかけている。そしてそれらの質問が答えられるまで承認スタンプを押すつもりはない。以上がリーク記事の抜粋です。まとめると、ジャクソン氏はビットコイン ETF が最終的に許可されていると考えていて期待もしています。しかし SEC が提示する要件を満たす安全な金融商品であることが承認されない限り、スタンプは押さないといった内容です。部下に期待して妥協を許さない厳しい上司みたいですね。インタビュー記事を読んだ限りでは、いずれビットコイン ETF が許可されるのは明らかと言っていいと思います。複数企業がビットコイン ETF の再申請を行っていて、結果が出るのは2019年の10月以降になるそうです。10月頃にビットコインの実質の波があったら、仕込むしかない。内容を改良して何度でも再申請だ。以上、ビットコイン ETF についてでした。また次回お会いしましょう。